北京冬季五輪、パラリンピックを国際社会でのイメージ改善のチャンスと捉える中国が、米国の PR 会社と宣伝委託の契約を結び、ツイッターなど SNS を通じて中国よりの情報を発信するキャンペーンを展開している。欧米メディアによると、ニューヨークの中国総領事館が昨年11月、PR 会社、フィッピメディア、と約30万ドル、約3450万円、で契約を結んだ。同社は北京パラが閉会する来月13日までの間、著名人やインターネット上で強い影響力を持つインフルエンサーを起用し、TikTok、TikTok や Instagram で中国に関するポジティブなメッセージを発信する。